かに。ああ、ここか。ひたすら下がっていくところがあった。これストーリーで見たことある。それあるだろうよ。ボーナスステージのところでわざわざ一から全部作ったりしねえよっていう。はい。はい、入れ。鍵を持っていきます。あ、鍵かわすやつか。あったあった。かわせる。誰か死んだ。ついにドロッチェが死。ああ、まだ復活できない。よかったな。ヘイ。ワードチェーン。ワードじゃねえ。ドロッチェが犠牲になる一歩手前だった。PUBG でもあるよね。避けた状態になったら助けてあげましょう。ただ敵が来たら回復をやめてまず敵をぶっ殺す。やろ、ぶっ殺してやる。でやってから安全に復活。あ、パラメータほとんど上がってない状態でボス対誰が来るっていうのね。あ、もう見た。2回目。あ、それ、それで殴んの？数字で殴んの？はい。おいしい。消せ消せ消せ。フェス手段。これ跳ね返らないかな。あ、飛距離ね。どうだったんだこれ。どっち、お前の攻撃水だろ、消せよ。あ、水だ。水の中に入ると音楽がちっちゃくなった。ちっちゃくなっちゃった。これ壊せないね。どっち死にそうだな。ここで死んだらさすがに助けられんの。多分死ぬな、まあ、助けれる気はですね。一人一を容赦せん。ああ、あいつミスってたけど結果助かりやがった。上からくれ。ちょ逆だった。うお、びっくりした。今のはびっくりしたぞ。お前、ヨッシーアイランドにもいなかったっけ。早く出して。横からも来るぞ。俺も、ね、味付けして、はーい、料理できたよ。その後ついでに用がいいよ。煮込みフレンズ。はい、こんなんしとる暇あったらとっとと下に行くんじゃ。煮込んどる場合か。はや、うん、脱出成功。お前なんで帰れ早く。川崎がチーン。あら、カービィ。
腹いっぱい食べたのね。中間ポイント。ラディ、どうも。背中がビリビリする。なんか健康に良さそう。何何？おっと電車ごっこ。フレンズ列車じゃ。君は電車というか好きなフレンズなんだ。水の上だって走っちゃう。うおーびっくりした。これ、ね、ゲームボーイにこんなゲームあんだよ。バイクのやつ。結構ね面白かった。なんてタイトルだな。飛ぶんじゃない。飛ぶんだじゃん。飛べい越前、お前の行く手には俺たちの。もう一周、もう一周します。飛べ。兄が落ちている。あ、上から来る。気をつけ。これ前も死んだ気がするな。ちょっとぼーっとしてたら、あー背景と混ざって場所が分かんねえっていう。カービィそういうとこしかないからな。あー上だなあれ。違う、大丈夫、回ってこれる。この辺の後戻りの下が正解。もう分からん。いやーうまい。ふぅ、なんとかなったぜ。レムレベルアップ。やっぱヒットポイントこれ2が欲しいよね。中間ポイント到達。我らのハルトマン、ハルハルトのハルトマン。よし、ゲロー。なんか食らった。これ何、下おじた死ぬやつやった。落ちたら死んでまうやつやないか。上だな。ん、何、俺騙されたということかこれ。だよ、残機は33機ある。よっ、ちょ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 、画面暗いんだよ。ただでダークメタナイト様やねんから背景と一体化してんだからやめてくれ。下か、これどういうこと。上のあれ取りたっか。うわ、戻れない。どうなってるの。なんで壊れてんの。上わけわからん。右と左どっちかっていける。右は戻れるやつだから、まあ右って電気、
天気は別に言わない。無知女王様とお呼び。あれ行っちゃう。ってことはこっちのルームじゃない。とりあえず電気にしてこれじゃないね。あの地に死ぬな。まあ、え戻れない。え、ま、マジで。どういうこと。あ、戻れない。そういうのもあるの。置いてくれてるじゃん。いてぇー、それじゃねえか。おり、え、わ、わ、マジかよ。落ちんだ。配置鬼だな。そこ落ちんだ。行くぜ。マジかギリギリじゃねえかよ。さあ考えた。あ、ダークメタナイト。よし、ダークメタナイト。だからこういうところに来れるわけだ。ドリームフレンズ来てから初めてやったからね。タタキプーキャク。結構アイテムあるな。全部壊しといた方がいいか。結構あるわ。厳しい。失敗すると死ななきゃいけないからね、この世界。嫌な世界だ。漫画な技殴りすぎり。よし、と下に参ります。ちょっと戻るか。なんか面白そうな配置あったりとか。しん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 。これ微妙に上見えてるのが。まあまあまあ、OK、はじめです。先行きます。ラストバトルは近づく。ガッ。何かよくそうとして、なんか剥がせてやらない。てて。反射だ。でもう一回クリアしてきたら上が開いてボスになる。OK、もう2回ぐらいある。あ、そういうことか。3ルートクリアしろってこと。マジカル3ルートくんだ。ってことは次ここの上のルート行きゃいい。じゃあここの上のルートクリアルート。
氷。燃やせ燃やせ真っ赤に燃やせお前の空手を。この無能無能のリーダーが炎を持ってこい。それだよそれ。もっとそういうのちょうだい。燃えろ。あっとこれどうやっていこう。メタの攻撃ダッシュが長すぎていける気がしないんだけど。ですよね。よし、あそこの後ろのところちょうどよかった。で先行っちゃうからちょっと下向いていいか。そこの後ろがミソだった。いやー気持ちいい。おーえぐい。やってることはえぐいよ。えぐだよ。はい、チェンジチェンジ。燃えろー。虫は炎属性苦手だろ。やばい、チェンジになってしまう。なあ、ぬるかった。でラス。わけわかんないね、初めの1周目だと。クラフトルマンしておこう。速度が上がりすぎるとわけわからん。次は下のルート、マジカル下ルート。で、ここの右行ったから次左の方向に行きます。ここ左行く。コンセントあるね。コンセントあるから電気に変えとこう。よし、レンズたちバカになったの。あいつだけかわした。身長高いから思ったより高いやつだから。戻れない戻らない。ケイオン体力回復だ。チリアホだな。壊れてねえ。ダメだこいつ。あよ開けて。ダメだこいつ。よし。
北がある、下がある、下、下ある、本当ある？怖いんだけど、マジで。ね、カービィ、ああ、戻れるんだ、戻れる。モノレールにモノレールってね、あれ、今週のノルマ。ああ、お、コーヒー系が。ブレードマジンガーのサンダーブリエイジ。モンガース。力こそパワー。いい時代になったものぞ。イエーイ、やった、やった、マックス。さあ、で、ハイネスか。ハイネス、ハイネス、なんか面白いやついないかな。そんなのない。武器は雷のままでよろしいか。あれ、ギリギリ、ギリギリ級がかかるじゃないか。ギリギリ高くなりすぎている。攻撃力が上がってるから威力が高くなりすぎている。なんということでしょう。え、俺、俺のパン、あっす、ほら、千葉、千葉しげる。あっす、ほら、はいです。あるかな、自ら崇める。同じだよね。イエーイ、なんだこの威力。嘘だ、どん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 。なんかレベル5なだけあるわ。これなんかあんだっけ、コンプレックスだった素顔を露呈してハイネスの狂乱の踊りが始まった。意識のない、サンマカンシスターズをまるでネグ人形のように扱う姿は正気の沙汰とは思えない。この悪夢のような戦いを終わらせる。これ防御してたら大丈夫ですか？試すか。みんな気になるよね。あえて回避しないとか。余裕とかいう次元じゃねえじゃん。だって平気なんだもん。冒頭の中では平気なんだ。ぬるいこれぬるすぎるぜ。いや、完勝です。わーい。ズタボロだぜ。雷の剣かっこいい。なんかボロボロになってる。こんなんだったっけ。あっ、エンディング早い。ってことは巻き戻しあり。なんかいるね、なんか来るな。これバルフレアナイト来るか。にゅー、巻き戻す。パンサーダイス。誰誰誰が来るの。私です。知ってる。お久しぶりです。ギャラクティックナイトだ。まだん、ダメ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 、バルフレアになっちゃうよ。バルフレアになっちゃうよ。アルシンドになっちゃうよ。ぬい、よみがえる極超最強はダークメタナイト様だ。ハンドボムだけしてりゃ勝てる。
めての攻撃効かないよね。あえて防御。ノーダメだね。ノーダメだね。これはこれぐらいはさすがにノーダメだね。ほらほらお前ら帰ってこい。うん、もういいか。防御だけしてりゃ勝てるじゃねえか。ちょっとダークメタナイトの防御の性能良すぎじゃねえか。アルティメットチョイスの激辛楽勝にクリアできるんじゃない？メタナイト使えば。はーい、はーい。1時間5分48秒。やったぜ。星のダークメタナイト、シャドウサイドストーリー、クリア。クリアタイム。おベストタイム、ベストタイム。まあそれは初めてだから全部ベストに決まってるんだけど。あ、これあるんだ。よし、来いよお前たち、やがって来いよ。俺が1位になってやる。ちょっと待って、ちょっとこれドロッチャ強すぎない？ドロッチャとかあの星投げてたら余裕じゃん。よっ、それどころかさ、あの相棒たちをさ先に呼んどいて自分は別行動とかできるし、これドロッチャ強すぎじゃない？友達とガチプレイするときにドロッチャ禁止令出るよ。ファーマン、リキって言ったら邦夫君のリキだよね。あさってやってやるぜ。おい、ちょいゴールドいるなんて聞いてねえ、聞いてないよ、言ってねえもん。はい、お前たち降りることすら許されない。足こき、ここだ。魚が召喚された。魚くんです。あ、背景見てる余裕がない。声優柚木涼香、高橋理恵、上田玲奈、千葉茂。あー、メタ様、これ確かボス何パターンがあったよね。ででおっと、防御するんじゃない。カウンターのダメージの方が大きいじゃねえか。フィニッシュが欲しい。あ、フィニッシュが欲しい。得点のマイナスがきついからね、無敵技で。ほらあいつらどんどんマイナスになってる。メタ様強いな。やったか、5000点やったぜ。バルフレア、あ、いただきます、いただきます、いただきます。カービィ、カービィだ、カービィ。ふう
実施。ダークメタナイト、俺会ったことないけどね。鏡の迷宮ね、持ってるんだけど、なんか行く場所分かんなくなって挫折しちゃったんだよな当時。でなんでボンガーさずっといたの？サンキュー。ドゥル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 、おしまい、おしまい、ケル。え、下手だな。あ、黒い星、黒い星を、あれもあんま知らないんだよな、あの黒人でみたいなやつ。私の丸丸丸。さあ、なんか絵完成したよね。ストーリーモード。L。完成したやつ、完成したやつ。これか。雲の上ドリーム。やっぱカナヘイさんじゃねえかよ。そんな気したわ。すげえカナヘイさんチックな絵だなって。カナヘイさんじゃねえかよ。そんな気はした。ねえ、チックが超かわいい。いやー、めっちゃそんな感じしたもん。うわ、すげえカナヘイさんチックな絵だ。本人。さすが俺。この辺完成遠いな。